1992年度、日本語能力試験、聴解4級。聴解の試験を始める前に、テープの音の大きさを調節します。テープの声がよく聞こえない人は、手を挙げてください。明日晴れたら散歩しましょう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 。これから4級の聴解試験を始めます。問題用紙を開けてください。問題1。絵を見て聞いてください。正しい答えを一つ選んでください。では、一度練習をしましょう。で、寒い時に着るものはどれですか？寒い時に着るものです。正しい答えは1です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。正しい答えは1ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。男の人が乗りたい車はどれですか？こんな車に乗りたいな。どれ？このスポーツカー？そう。早いでしょうね。でも、雨の日や風の日はちょっとね。もちろん、お天気のいい日に乗るのさ。男の人が乗りたい車はどれですか？2番。いろいろな動物がいますね。鶏とウサギと金魚とカニですね。一番数が多いのはどれですか？いいですか？一番多いのですよ。3番。女の人が自動車で空港へ行きます。空港まで一番近い道を行きます。けれども、車がたくさん走っている道は嫌いです。女の人はどの道を行きますか？4番。妹さんはどの人ですか？妹さんはどの人？妹は背が高くて髪の毛の長い子。ああ、この人。妹さんはどの人ですか？
5番。来週、海へ泳ぎに行きます。一つだけ、海で使わないものがあります。それは、どれですか？6番。佐藤さんは、どの人ですか？佐藤さんは、前から2番目の学生ですよ。え？あの男の人？あの後ろを見て、女の人と話をしている人？そう。佐藤さんは、どの人ですか？7番。田中さんの会社の電話番号はどれですか？田中さんの会社の電話番号は？うちの会社ですか？03-3500-9443 です。03-3500-9433？ いいえ、9443です。あ、03-3500-9443。ええ、そうです。田中さんの会社の電話番号はどれですか？8番。ダンスの練習をしています。どの人が正しいですか？はい、右手は下です。左手で左足を持って、後ろに大きく上げましょう。右手は下、左手は左足、後ろに大きく。どの人が正しいですか？9番。どんな絵になりますか？これから花の絵を描きましょう。はじめに、大きい丸を一つ書いてください。それからその丸を黒く塗ってください。いいですか？黒くします。次にその黒い大きい丸の周りに白い丸をたくさん書いてください。小さい丸ですよ。書けましたか？どんな絵になりましたか？問題2。絵を見て聞いてください。正しい答えを一つ選んでください。では、一度練習をしましょう。で、女の人は今何をしていますか？1。テレビを見ています。2。本を読んでいます。3。お茶を飲んでいます。4。電話をかけています。
正しい答えは2です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。正しい答えは2ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。この男の子は何をしていますか ?1。本を読んでいます。2。絵を描いています。3。歌を歌っています。4。話をしています。2番。電話はどこですか？電話です。1。階段のそばです。2。ドアのそばです。3。窓のそばです。4。エレベーターのそばです。3番。これは私の学校の先生の写真です。みんな日本語の先生です。もう一人日本語の先生がいますが、この写真の中にはいません。日本語の先生は全部で何人ですか ?1。3人です。2。4人です。3。5人です。4。6人です。4番。今、テストをしています。テストは2時半に終わります。2時半です。あと何分ありますか ?1。あと10分です。2。あと20分です。3。あと30分です。4。あと40分です。5番。これはいつ使いますか ?1。手を洗うときです。2。車を磨くときです。3。シャツを洗うときです。4。歯を磨くときです。6番。時計はどこにありますか？時計です。1。一番下です。2。下から2番目です。3。上から2番目です。4。一番上です。7番。顔の絵を描きました。この2つの絵は、どこが違いますか？
1、口です。2、目です。3、耳です。4、鼻です。8番。男の人が店に入って出てきました。男の人はこの店で何を買いましたか？ 1、雑誌です。2、花です。3、帽子です。4、カバンです。9番。この部屋には、あといくつ椅子が欲しいですか？椅子がもう少し欲しいですね。いくつ？電話のそばに一つ欲しいですね。テレビの前にも、もっと大きくて、長い椅子を一つ。はい、わかりました。それだけですね。じゃあ。あと、いくつ椅子が欲しいですか？1。一つです。2。二つです。3。三つです。4、4つです。10番。おばあさんは何の先生でしたか？おばあちゃんって学校の先生だったの？そうだよ。何を教えていたの？ほら、この写真見てごらん。へえ。この立っている人、おばあちゃん？そう。おばあさんは何の先生でしたか？1、音楽の先生でした。2、お花の先生でした。3、絵の先生でした。4、料理の先生でした。問題3。問題3は、絵はありません。聞いてください。正しい答えを一つ選んでください。では、一度練習をしましょう。で、女の人は明日どこへ行きますか？明日、学校休みですね。映画に行きませんか？それから、レストランで食事でも。でも、あさっては試験ですから、明日は友達の家で勉強します。じゃあ、この次。女の人は明日どこへ行きますか？1、映画です。2、友達のうちです。3、レストランです。4、学校です。正しい答えは2です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。
正しい答えは2ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。女の人は、休みに何をしましたか？舞さん、昨日の休みには、どこか行きましたか？山へ行きたかったんですけど、天気があまり良くなかったから、行かなかったんです。じゃあ、うちで勉強？勉強もしなかったんです。友達と映画を見に行きました。そうですか。私はプールへ行ったんですよ。女の人は休みに何をしましたか？1プールへ行きました。2山へ行きました。3うちで勉強しました。4映画を見ました。2番。男の人は果物を全部でいくつ取りますか？はい。みかんとりんご、どうぞ。たくさんありますね。ええ。りんごとみかんを2個ずつどうぞ。2個ずつですね。どうも。男の人は果物を全部でいくつ取りますか？12つです。23つです。34つです。45つです。3番。女の人が図書館に来ました。この図書館は何時に閉まりますか？まだいいですか？今4時半ですね。あと40分ですよ。あ、そうですか。本を1冊借りたいんです。あ、そう。5時10分までには終わりますね。ええ。5時前には終わります。すぐです。この図書館は何時に閉まりますか？14時半です。25時です。35時10分です。4 5時40分です。4番。アブドラさんは日本にいます。アブドラさんの家族はいつ日本に来ますか？はじめまして。私はマレーシアのアブドラです。専門はコンピューターです。先週日本に来ました。再来年まで日本で勉強します。家族は今国にいますが、来月日本に来ます。よろしくお願いします。アブドラさんの家族はいつ日本に来ますか？1来週来ます。2来月来ます。3来年来ます。4再来年来ます。
5番。これからバスに乗ります。男の人はいくらお金を借りますか？バスいくら？180円よ。あ、そう。あれ？150円しかない。ちょっと貸してくれる？ちょっと待って。あといくら？男の人はいくらお金を借りますか？1、10円です。2、20円です。3、30円です。4、40円です。これで4級の懲戒試験を終わります。Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight.